先を急ぐ。今の俺にだってできることはあるはずだ。だからもう一度力を貸してくれ、バンシー。そのガンダムの光が何になる。太陽系の外にも届かない一瞬の光がいくら集まったところで何も。だからつなげていくのさ。この光が世界全体を覆う、その時まで。この光は俺たちだけが生み出しているものじゃない。何？お前らは下がれ。こいつは危険だ。この力は一体。ネオジオン総帥として君を排除させてもらう。頃合いだな。あなたにだって伝わっているんでしょ。みんなの熱が、この光が。人の中から発した光、この温かさを持った者が虚しいな。あなたを止めてみせる、フルフロンタル。人の未来は人が作るものだろ。ならばラプラスの箱をどう使うというのだ。みんなのために、みんなのために使う。連邦もジオンも宇宙も地球も関係ない。みんなのためにラプラスの箱を。熱、温かな光、奇跡もまた繰り返す。そして何も変わらない。見ろ、バナージ君。始まりだ。やはり君にも見えるようだな。ではこの宇宙の時の果てまで共に行こうか、バナージ君。光なく、時間すら流れを止めた完全なる虚無。これがこの世の果て、時の終わりに訪れる世界だ。人がどれだけあがこうと結末は変わらない。君にもわかるはずだ。希望も可能性もこの虚無の入り口で人が見る一時の夢、慰めにもならない幻だ。それが人を間違わせ無用な争いを生みもする。この真理を知る者がニュータイプ。それでもただ存在し消えていくだけの命に過分な期待を持たせるべきではない。それでも熱、こんなものがいくら積み重なっても何も、そう、何も。この熱が宇宙を温めるのでしょう。あ、潮時か。大佐が大佐だった時の思いは十分に伝わったでしょうから。君に託す、なすべきと思ったこと。
もういいのか。あとは彼らに任せよう。いつか肉体を持ったままそこをくぐれる時が来るのかもしれない。この虹の彼方に道は続いている。ユニコーンガンダム、人が見る究極の C、 それはバナージ・リンクスという肉体を介し100億以上の C を集積させて誕生した未知の生命か。淡く輝く虹色の妖水に生まれたての体を預けていた。それは世界を見回すと体からあふれる虹色の光を水力として輪廻の筋を空に引いた。複数の C と溶け合い、バナージという個のありようさえ曖昧になった意識体のよりしろ。たとえ機体が無事でも肉体がそこにあろうとも、それまで多くの人々が愛したバナージ・リンクスは誰も到達し得なかった虹の彼方へ、その存在を。その理解は重く切なく、オードリー・バーンは宙に雫を浮かべ演壇に立ち続けた。バナージと同様、自身の責務を果たすために宇宙のゆりかごに抱かれて目覚められずにいる無数の光たち、地球の重力の底で未だ飛ぶことを知らずにいる光たちが箱に収められた可能性との対面を待つはずだった。今という時から一瞬の光を未来へつなげていくために、その120億の可能性を原始し、オードリー・バーンはミネバ・ザビとして言葉を紡ぎ始める。